ビッシュ生出演ありがとうございました。生放送見てくれましたか？眠い。皆さん見てくれましたか？ちょっと番組内でもいろいろあったんですけど、流れましたね、番宣が。めっちゃ眠い。めっちゃ眠い。ありがとうございました。そう、なんか普段やって。普段ない経験でした。だって眠すぎて私何言ってるか分かんない。インスタ投稿してたんですよ。あれもさ、投稿しながら寝ててさ、起きてさ、起きたあれみたいな。なんか天気なのかめっちゃ眠くて今日で、昨日も私眠たくて、昨日ももうショールームできないやと思って、もう昨日休みしに行っちゃった。録画したので後で見ます。ありがとうございます。もうなので皆さん4日、あさってですね。あさってはもう絶対に絶対に絶対に見てください。もう全員見てください。その日は早く仕事に帰ってみてください。で、もういっぱいいっぱい「ハッシュタグ坂本里乃」と「中洲ジャズ」と「こがけんのジャズルナイト」つけて、あと「KBC」っていっぱいつけて、そういう大事ですから、もう皆さんに任せましたので。よろしくお願いします。で、見れないよって、その地域じゃないないよって人もいると思いますね。なのでそういう人はもういっぱい盛り上げてください。見れなくても私はいっぱい写真を上げていますので、この写真を使ってよろしくお願いしますね。頑張れだって、頑張ろう。はい、今日は楽しかった。楽しかった、本当にね。本
当に皆さん優しかったんですよ。そう、みんなスタジオの方も出演の方もスタッフさんも含めてみんな優しくて、そう、みんな優しくて、で優しかった。テレビでキャッチフレーズ見えて嬉しかったですって。あ、そう、キャッチフレーズもキャッチフレーズもあれなんです、あのキャッチフレーズをやっていただいてもいいですかって言われて、はいって言って、わかりましたって言って、私テレビでキャッチフレーズするの初めてだったから緊張した。そう、なんかそういうね、なんかで、なんかわざわざリハーサルの時とかも、あの掛け声はなんて言ったらいいですかみたいな、あ、じゃあ、あの私のことを起こしてくださいって言った後に起きてっていつもみんな言ってくれるじゃないですか。で、名前りのちゃんって言わない、みんないつも起きてって言ってるよね。そうで、私起きてって言ってくださいって言ったら、あ、名前じゃなくていいパターンなんですねみたいな、確かに考えてもなかったけどみたいな。そう、みんなびっくりしてました。でも私そんなそれで笑われることなんかなかったから、そう、え、いつもそうだったよね、りのちゃんじゃないもんね。確かにりのちゃんでもよかったのかもね。なんであの時の私を起きてにしたのかわかんないんですけど、そう、そういうキャッチフレーズもやらせていただきました。はい、そう、起きて、確かに起きて、起きてりのちゃんなのかな、え、そうなのかな、りのちゃんの方が嫌なのかな。もう今更変える気1ミリもないけど、なんか確かに考えてみたらりのちゃんの方が良かったのかな。その方がでも名前は知れるよね。なんで私、まあ、起こしてください、起きて、何なんだろうね。生放送は緊張しましたか、だって。ね、そんなに緊張しなかったけど、なんかやっぱ生だったからこの時間にこれを言いましょうっていうのめっちゃ緊張したかも。フリートークは緊張しなかったけど、もう最後に一言みたいなのはめっちゃ緊張した。あー、やばいみたいな感じだった。楽しかったし、あの本当に今日あのいろんなスタッフさん方が挨拶しに来てくださって、その番組終わって初めて会ったので、そのスタッフさん方が本当に面白くて、もう本当に面白かったですって言われたので、本当に面白い番組を皆さん楽しみにしていてください。そう、本当に面白いって言われました。なんかそのそれこそ昨日なんだっけ、放送されてたあの予告編みたいなやつの時も編集してくださるスタッフさんがいて、そのなんか本当に面白くてみたいな、でその方がこうディレクター編集をするのが初めてだったから、これがデビュー作みたいな、この番組が、みたいな、ありがとうございますみたいな、そんな感じだったんですけど、なんか面白くてみたいな、いっぱいいっぱい何回も見ちゃいましたみたいな、で編集もなんかやりやすかったですみたいに言われて、そんなことないですって言いながら嬉しかったですね、めっちゃ。ね、私はこうやってさ、いろいろさお話しするだけだけどさ、ね、その番組の収録が終わった後にはこう編集してくださったりとか、いろいろね、その番組のことでもあのオンエアされるまですごい頑張ってくださる方が
いっぱいいらっしゃるのでありがたいなと思いながら、そうそうそうしてました。なので4日のオンエアが本当に本当に楽しみです。私も自信を持って見てくださいって言えます。なので皆さんもいっぱい拡散してください。私のツイッターツイートはもう全部リツイートしてください。だって今ハッピー、あなたに出てくれる時々、はい、こんにちは、やってこんにちは、なんかもうピンクじゃないね。ねえ、なんかもう赤？何？可愛いのが覚えちゃった。でも今日なんか生放送の時は黒い T シャツだったからかめっちゃ綺麗に見えました。でも今見てるなんか普通。4日は公演終わりなのですぐに帰りました。そうだね、すぐ帰った方がいいですね。逆上がり公演長いですから。巻き取れたね、だって。え、もう私お風呂入っちゃったよ今日はなんかすごい寒かったじゃないですか。そうそう、すっごい寒かったんですね、福岡。だからなんか番組の時もなんかこう皆さんからお便りをもらうみたいな、メールをもらうみたいなコーナーがあって、その時になんか寒いので夜はもつ鍋にしようと思いますみたいなお便りがあって、わーみたいな、私も鍋にしようと思って今日は鍋にしました。鍋にしちゃったよ、うまかった。皆さんインスタ見ましたか？インスタに今日のお洋服載せました。本当に今日ジャケット持って出てよかったなってめっちゃ思った。今日はなんかこういうなんかニットワンピが着たい気分だなと思ってニットワンピにしたんだけど、寒いなと思ったからジャケットをね羽織って行ったんですけども、ジャケットなかったらもう私死んでましたうちも鍋にしました、だってすごい、私も鍋にしました、だってかわいい、みんな鍋、関東は暑いです、だって。じゃあ関東もしかしたら暑いのか。福岡は18度でした。今日は絶対鍋日和。何鍋ですか、だって今日はしゃぶしゃぶなので、なんかしゃぶしゃぶの素を買ったので、鶏ガラ醤油鍋みたいなやつにしました。なんかしゃぶしゃぶの素みたいなソースがついてるやつを買って食べましたね。うまかった。そうですそうです、寒かった。なんか土日まではあれらしいですよ。あー、すごい、おめでとう、ありがとう。タラの魚さん、ありがとう。キキちゃんもありがとう。カッさん、ありがとう。たこ焼き。ゆかりんちゃん、朝倉さん、ありがとう。トシさん、ありがとう。まいちゃん、たかさん、カッさん、まとうさん、トシさん。ニシプー。あー、ロブリーめっちゃかわいい。ありがとう。ドマさん、アッキー、ナツさん、コムさん。ノブリーありがとう。ひろとくん、原始人、
ただの魚さん、のおりさん、うん、わー、コージーめっちゃかわいい、ありがとう、めっちゃかわいい、嬉しい、おかも、ジンタロー、ありがとう、あゆりパパ、ありがとう、フラン、フラン、ありがとう、あ、てちゃんも、緑クマ、ありがとう、もん、もん、もんもんもん、7個も、ありがとう、なつさん、ありがとう、たかよし、あー、かわいいクマ、ありがとう、ぽんたろう、ありがとう、かっさん、吉田さん、ななちゃん、とまさん、吉田さん、赤いグリフォン、博多の細めさん、ありがとう、そうさんぽん、すごい、今日めっちゃクマいっぱいみんなくれる、ありがとう、とっちゃん、ありがとう、ボーダーもありがとう、クマ、カメちゃんありがとう、あきひろさんありがとう、え、今日めっちゃクマの日、お、私がクマあげたら喜んでるから、私がんクマで喜んでるから、クマが2つも来た、やっさんありがとうゆうとパパもありがとう喜んでたらクマがいっぱい来ました、これありがとうございました、なんか達成したってありがとう、牛豚だって、豚、え、東京今でも26度ありますだって、じゃあこっち多分10度低いです、18度って言ってました、そう、今日は私のその生放送の出演前がお天気コーナーだったので、お天気コーナーもこうじーっとスタジオ内で見ていまして、ですごいすごいんですよ、天気予報士さんすごいなと思いながら見てたんですけど、じーって見てたらもうなんかすごく一生懸命話されててで、なんか雲の流れとかも話してて、わーすごいなーと思いながら聞いてたから、気温とかめっちゃ覚えてる、18度、でも何日後とかには30度とかに上がるって言ってました、そうだから30度まで上がるときにまた暑くなるから、衣替えはまだしちゃダメですって言ってました、なので九州の皆さん、福岡だけなのかな寒いの、ちょっとまだ衣替えしたい気持ちを、トレーナー着たい気持ちをちょっと我慢しましょう、そうです、もうまだ東京は暑いんだね、福岡は今日は秋が来ましたよ、こんばんは、だってこんばんは、ちじきめっちゃかわいいよ、投げすぎてて控えてましたって、あ、そうなのありがとう、じゃあ今日は9時までしたいと思います、そう、もう金土日って劇場公演なんですよ、で皆さんに会えるのでよろしくお願いします、したらしばらく公演なくないですか、ねえ、しばらく劇場公演ないのでよろしくお願いします、土日、金土日で会えるって人いるのかな、私と会えますよって人いますかね、あ、そうだ、公開収録だって、公開収録で思い出したけど、皆さんあれですよ、二次募集がありますよ、皆さん、皆さんありますよ、なのでうわ行きたかったみたいな、申し込み終わってから行けるの分かったって、もうお人いますかね、どうなのかしらね、皆さん行かないとは、楽しいですよ、来てください、ぜひお友達とか誘ってもらって、並列なんですけどね、見てほしいですね、お願いします、4日に行きます。
お、金曜日に行きますだって。土曜日の公演に行きます。皆さんちょこちょこ来られるって感じですかね。お願いします。6日目撃者行けるだって。やったー。木曜日休みを勝ち取りました。ありがとうございます。そうね、休みを勝ち取らないといけないもんね。皆さんは、私公開収録めっちゃ楽しみ。あと1週間くらいじゃない、だってね、楽しみすぎる。なのでまだ行けないよっていう気持ちでありましたら皆さんお待ちしております。もう待ってます。めっちゃ待ってます。あと1週間だからね。10月20日のオンラインを申し込みましただって。なんかさ、今月オンラインおしゃべり会とそのスプルートフェスの時もおしゃべり会があるらしいですね。ねえ、なんか私よく仕組みまだ理解してないんですけど、なんか私と話せるらしい。そう、私と見れるらしい、あ、話せるらしい。なんですけども、おしゃべり会もあるのでね、あれ別日なの？あら、スプローズフェスの時はおしゃべり会ないのかな？あら、そうなんだ。私のあれてっきりあるのかと思ってた。ちょっと調べてみてくださいな。今日のインスタが可愛いです。ありがとうございます。ありがとう。今日のインスタはあれです。1枚目めっちゃ迷った。帽子が可愛いんですけど、帽子かぶったら顔が暗くなるかなと思って、どうしよう。でも帽子の写真最近載せてないから可愛いよなと思って、結果帽子の写真を1枚目にもう寝ながらしてました。うとうとしながら。私何回も文章変なこと返してさ、めっちゃ変なこといっぱい返して、あ、そうだ、でもそのために起きて書き直したんですけど、インスタちゃんも可愛いので皆さんぜひ見てください。私あんまり撮ってらしいしないんですけど、その撮った日にそのまま載せるみたいなしないんですけど、そうしないんだけど、今日珍しくもうその日に載せた、今日の洋服ですって載せる日もあってもいいのかなとか思ってしちゃいました。なので皆さんコメントといいねをしてください。ファミリーの骨しか行こうかなだって。来てー。なんか私部数なんか 2,3 部ありました、確かありました。
こんにちは、だってこんにちは。りのちゃんツイッターたまにツイートし直し何回もしてる。だって私ツイートし直し何回もするし、インスもちょこちょこ変えちゃう。だってかな、変えられるんだもん私行とかがさ、なんか綺麗になってないと嫌で、そう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 、嫌なのです。めっちゃ変えちゃう、めっちゃ編集しちゃう。でも1時間ね編集できるんだ確かね。ありがとうありがとうございます。ありがとう。なんか最近さ、口のさここがリップで荒れちゃってさ、めっちゃ痒くてさ、書いたらさたらこ唇みたいになっちゃって、めっちゃ恥ずかしい。何のリップが合わなかったか、めっちゃ痒いんだけど、たらこ唇みたい。うん、明日日本へ出発します。だって公演楽しみにしてます。かわいい。気をつけてきてね。福岡もめっちゃ寒いですよ。本当に。でも美味しいものいっぱいありますのでね、公演で会いましょうね。ありがとうございます。香港からありがとう。坂上がり公演かな、見れるのは。ありがとう、よろしくね。海外からね来てくださるの嬉しいですよね。ありがとう。こんばんは。だってこんばんは。ラッペ匠18、タラの魚、スモクさん、コムさん、ありがとう。母ノリさん、ありがとう。 BB ザキザキザキ、ありがとう。ハシムチ、ありがとう。朝倉さん、ゆかりんちゃん、ありがとう。たしさんもありがとう。キキちゃん、エリカ、ジャンさん、お花ありがとう。エリカありがとう。ポッケもありがとう。はい、周年コンサートでフォーク取りました。ありがとうございます。私は1278のハイタッチってまだ空きありますか。だって 12? 私多分まだハイタッチいっぱい余ってます。ハイタッチもお待ちしておりますね。なんだか宣伝ばかりで申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。はい、ではランキングを見たいと思います。13位がヤスさん、12位がエリカ、11位が赤いグリフォン、10位がカッサン、9位がユカリンちゃん、8位がフラン、7位がコムさん、6位がタラの魚さん、5位がドマさん、4位がユータパパ、3位がコージ、2位がノブリン、1位がアセボのてーちゃんでした。ありがとうございました。
TVer あるかわかんないんですよ。 TVer あるか聞いてみよう。あるのかな TVer ね。4日の放送ね、ジャズルナイトあったらいいですよね。金曜日の公演頑張ります。よろしくね。ありがとう。はい、皆さんアイテムとかコメントも夜遅い時間にいっぱいありがとうございました。ありがとう。ではちょっと関東は暖かいらしいんですけど、福岡は寒いですので、皆さん風邪をひかないようにしてくださいね。明日の配信は夜配信にしたいと思います。はい、夜のこの時間くらいにしようかな。お願いします。バイバーイ。ありがとう。